皆さん、ちょうちょうのバケモンバケツ委員会のカメラヤニーナとバケモンバケツ委員会のリポン先生です。気をつけれい、よろしくどうぞ。今日は渋谷の水印に来てます。いや、無印本当に私も入江も大好き。うん、まあ普通。あね、私も普通なんですけどそう、いいお店、料品みんな大好き、大好きな、うん、一番好きなお店、無印良品で5分間買い放題をしてみたいと思います。ねー、久々だ、5分間買い放題、ね、久しぶり。なので早速5分間買い放題していきたいと思います。はい、帰って開封しながら紹介していきたいと思います。 Let's go! おラッキー。はい、というわけで無印で買ってきました。同じこと言ってくれました。5分間買ったものを紹介していきたいと思います。はい、なんか正直でかすぎて、うん、店が5分間じゃまず回れない、回れなかったねってことに気づいたよね。渋谷の無印でけえ、ねえ、でかいよね。でかいから言ったけど、うん、でかすぎた。うん、わかる。うん、バカ丸だし、5分じゃ無理だね。じゃあ、食品をなので、とにかくたくさん買いました。おお。はい、まずこちら、トマトのサンラータンが、サンラータンかな、トマト。あ、そうですか。出ました。はい。サーラータン、サーラータンか、サーラータンか。嬉しい、サーラータン。なんか読めないけど、好きなの。酸っぱいやつだよね。酸っぱいやつ、酸っぱいやつ。めっちゃ買ってるじゃん、こっちの人。あと、牛肉とネギのテールスープ。テールスープ売ってんの？テールスープ売ってた。まあなんかこういうのがあれば、とりあえず小腹空いた時にいいかなと思って、4個も入ってるんで、2個買ったら、なんと8個もある。すごい。でも1日で全部食べます。頑張れ。こちら、エンドウ豆スナック。これはすごい。意外と食うの好きだよね。あ、そう、結構ベジタブルチップスみたいなの好きなの。うん、エンドウ豆もそうだけど。あと、カレーのね、カレーがさ、たくさんさ、無印にはそう、あるですよね。うん。これを買いました。だね。あと、一番最後にギリギリで取り上げた、うん、盗んだのが、うわぁ！この二層仕立てのチーズケーキで、最近チーズケーキをハマってるんだよね。あ、バレちゃった。バレちゃった。で、次、あとホワイトチョコがけいちご。はい、これ好きな人多いね。これ好きな人多いよね。うん、これなんでみんなこんなに好きなんだろうね。わかんない。多分パッケもいいんじゃない？そんな感じで、広がりのない会話を繰り広げつつ、あと、うん、食品はこれで終わりで、あとこれ買いました。お皿。おぉ、お皿がなんか、あー、やだ、こっちあんまりないんで、これを、お皿を3つ買いました。価格とかはきっと出てるんですけど、わ、うん、かりません。自分は価格は気にしない。これ嫌だ。うん。嫌な人多いと思う。って言われてるんだ。はい。あと、ピン。家にいるとき基本的に髪の毛ピンしてんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう、サンリオのやつを基本使うんだけど、うん、2、3個使わないと全部止まらないから、うん、ちょっとデカめのも一応買っておいて、ね、いいかも、置いて、うん、こうやってやりました。あ、首しちゃうもんだよね。あと化粧水の導入液。え、導入液売ってんの？導入液はすごい話題だったじゃん、無印で。昔もう手に入らないぐらいだったんだよ。一昔前。今はもう捨てるほどありました。これを不便だけどスプレーヘッドをわざわざ買って、うん、じゃとりあえずお風呂上がりにパシャパシャパシャってかけてるね、いつも。へえ。そうそうそう。はい、以上でこれが一体いくらでしたでしょうか。これいくらぐらいなんだろう、全体的に。食品が多かったね。でも皿は私無印買ったことないからあんまわかんないよね。カレーとかは多分ね、300円ぐらいだと思うんだよね。あ、あとこれもあったわ。なんかちっこい、なに臭くしくて本物、このえ、これ本物かもしれない。名前出てる。ハオルチアシンビフォルミスちゃん。メスです。命ですよ。はい、以上です。これが全部でいくらでしたか。これだけなんか値段分かってんの、1000円するんだ、うん、これ結構バンクロスじゃん、こいつ。1万円はさすがにいってないから。当てたら全部もらえる。全部あげるね、じゃあ。じゃあ何百円まで当てたら。いくよ。うん。8,124円。嘘。じゃあニーナの見てみましょう。なに？おラッキー。じゃあニーナの行きましょう。ニーナも結構食品から行きたいと思う。間違えてし。
紳士フロアまで行っちゃったの。あれでしょ、5分間買い放題したら何百万になっちゃうところ行っちゃった。行っちゃったから帰ってきたんだけど、食べ物を探して食べ物を重点的にやろうと思ったのに全然食べ物は買えませんでした。というわけでこれ大好き、これ水切りヨーグルトバーム、これとっても美味しいです。味が、うん、不揃いか。何、まずいに見えるよね。わかるわかる。海苔あられ、これもう大慌てで最後の最後でゲットしました。これルイボスティーですね、うん、この自分で詰める水ボトルってやつがないといけないの。あのね、水ボトルですごいいいのあったんだよ、無印に。あ、そうなの。うん、でもね、間に合わなかった。間に合わなかった。で、あとカレーです。私ももう私本当に無印のカレー信者で、バターチキンカレーがやっぱ一番美味しい。本当にね、急いでる時とかにお家出る前にもビャビャビャって食べると良いです。このこれも海苔で買いました。小魚、あ、もう買ったこともない。あとこれマサラチャイ、寒い季節がやってこようとしていますのでね、温かいチャイを、なんかメイリアがよく飲んでて、チャイをなんかチャイ飲んでたら可愛くなれるかもと思ってチャイ選びました。そしてこちらは食品じゃないもの、入江のパクリで、なんと入江が今使ってる化粧道具のポーチ、全く同じものを大きいやつ買いました、ね、便利そうだったからシンプルにこれ買いました。あと私もポンプヘッドを2つと、この敏感肌用高保湿タイプの化粧水と乳液。でも無印のさ、化粧水と乳液ですごいいいって言うよね。言う言う言う。うちらほら今大好き韓国行けてないじゃないですか、うん、韓国で買った化粧水たちがもう切れちゃう。なるほどね。なんかもう致し方の一旦これで、バツナギのやっぱ冬がやってくるんでちょっと怖いね、高保湿。なるほどね。でこれもイチャーのパクリ、じゃん、キジカイライナーのブラウンとブラックを買いました。今ね、私この目の下にアイラインをこう膨らみ目で描いて、こう垂れ目にするのハマってて、うん、実はイレンチェン来るたびにイレンのやつを借りて描いてたの毎回。そうだから毎週火曜日しか描けないから毎日描けるように自分でも買いました。シャドウに合わせて。それでこのケースも、私本当に机の上が汚いので、これでね、これやばい、超安い、350円。そう、これすごく良いので買いました、ハントン。そして最後はこちら黒綿棒ね、必需品です。これはい、以上です。じゃあいくらでしょう。100円単位当てたら全部あげます。6400円。発表する、発表するね。入江は8560円。あー、惜しい。じちゃんは6000。普通に欲しいもの手に入れただけ。じゃあなんかさ、一品だけさバトルしてさ、あ、一品じゃ欲しいものお互いさ、そうだね、いいよ、こうして、うん、出してかけよ、一個にする。二個欲しいのある。だってポーチじゃん。いや、ポーチとこれ欲しい。水切りボーム。私はじゃあ2回戦やろう。じゃあ最初に欲しいものは、ポーチ。ねえ、一番欲しいのかな。いいよ、私は導入液。導入液、導入液。じゃあ戦争で勝負しよう。1000%。はいはい。ハワイハワイ超、え、何本取ったら勝ち？一本。一本勝負でいく。挑戦でしょ。挑戦、挑戦軍が。ああ、マジで。じゃあ導入液をしやった私。導入液でしょ。でも次も導入液してしていい？あ、いいよ、ポーチでもいいよ逆に。あ、じゃあポーチ。オッケー。じゃあ入れば水切り。バーム。バーム。戦争。戦争。挑戦じゃ意味ないじゃん。